おはぴよー、どうも、ひなぴよです。それでは本日からこちらの、おむすび、というゲームを実況していきたいと思います。こちらはですね、なんと本日4月25日19時にリリースされたばかりのゲームになります。もうずっとね、リリースされる前から気になっていて、実況するのが楽しみだったので、早速始めていきたいと思います。もうね、最初のこの導入画面、スタート画面の BGM が綺麗すぎて、もう3周くらい聞いちゃったよね。これ後で、外がうるさい。ちょっと一回カットします。そう、ここの部分はね、ちょっとみんなに聞いてもらいたいかも。私のこの騒音なしで聞いてもらいたいかもしれない。でもとりあえず私はこのゲームを始めていくので、皆さんは個人的にチェックしてみてください。では始めましょう。Now loading. はい、操作方法。まあ移動。まあ、スマホでもできるんだね。すごい。ああ、タップしてないのに。きっと大丈夫ですよ。エニシが導いてくれますから。だから。ほう。エニシとは。何？誰？ここはどこだろう。記憶は曖昧で、体がひどくだるく、さらに空腹。このまま眠ってしまいそうだ。なるほど。え？怖い。顔が怖い。え、これって歩ける？あ、もう動けるね。え、ちょっと待って。もうマジで完全初見だから怖いな、動かすの。夜にやるホラーゲームほど怖いものない。はい。アイテム、うん。ちょっとこれ、あれだね。SE がちょっと大きいね。SE をちょっと下げます。こんぐらいでいいんじゃないか？よし。進めていきましょう。じゃ、早速この目の前にあるこいつを調べるか。ボロボロの祠。中には割れた鏡が入っている。なるほど。あ、ここセーブね。なるほどね。セーブ地点がこういう祠。祠で合ってるよね。祠なんだね。で、セーブができました。これは欠けた縦板。ちょうど文字の部分が欠けている。あ、じゃあなんて書いてあるかが読めないんだ。上と下じゃねえわ。右と下があるけど、どっちに行けばいいんだろう。でも、こっち向いたってことは、こっちに進むのが正しいのか。あ、てんてんてん。誰かの泣き声が聞こえる。なるほど。下に行くと誰かの泣き声が聞こえて、こっちに行くと、あ、こっちには何もない。ちょっと、泣き声のする方向に行ってみましょうか。これ走れないんだね。なるほど。じゃあ、そのまますぐ下に行くよ。何こいつ。あ、壊れた縦板が落ちている。時の玉の神。ここ、めぐる町では、時の神様として広く信仰された。神霊の御神体として、祠には、神教が祀られている。なるほど。鏡が必ずあると。厄を消し、幸福を招く、除災、修復の御利益があり。御利益があり。今ちょっと自分で間違えたことに気づいた。ご利益であってるね。うん。時の神様として時を渡るご神徳を持つ。あったはずの災難を幸福へと変え、ご神威を持って人々の祈りや願いをお聞き届けいただける神様だ。すごい難しい。難しい。文字がかすれていて読みにくい。ところでさっきまでの綺麗な BGM 様はどこに行ったのでございましょうか。ちょっとこっち正しそうじゃない？正しそうだな。ちょっとやだな。一瞬ぐるって回ってきて何もなかったら、なんかある。なんかある。なんかある。何こいつ。お弁当を手に入れた。え、あれ？空腹なんじゃなかった？ん？なんか、いる。なんかいる。待って、こいつ、足ないじゃん！待って、今気づいた。足ない、足ない！歩いてるかと思ったら、浮いてるよ！おいおいおい！私、幽霊動かしてるわ。ちょ。え、待って、てことは、ここ下に行ったらさっきのなんかよくわからん人がいるってこと？こんにちは。どうも。あなたはなんかちょっと輝いてるから天使みたいな感じするね。小さな女の子。
り道がわからないよ。ひなのおむすび、ひな、うん。ひなのおむすびもなくなっちゃった。そのお弁当箱ひなのだよ。探してくれたの？あ、なるほど。首を縦に振る、横に振る。いや、そうなんだよね。ちょっとまあ、お腹空いてたから、俺が食べようかと思ってたけど。あげちゃう。ありがとう。そういえば、あなたは誰？え？はい。ああ、びっくりした。お腹の音、お腹が減ったの？はい、お弁当のおむすび、食べると元気が出るよ。あら、優しい。おいしい？おいしいでちゅ。嬉しい。おばあちゃんのおむすびね、ひな大好きなの。そういえばあなた、とってもボロボロ。大丈夫？ひなのところにおいでよ。見つけてくれたお礼、ひなが看病してあげる。行く。あれいなくなっちゃった。いなくなっちゃった。どこに行っちゃったんだろう。あや、おばあちゃん。ひなこ。あ。おばあちゃん、ひなこ、こんなところにいたの。うん、怖くて動けなくて、それで、ひなこ、怖くて泣いてるだけじゃ何も変わらないって、おばあちゃんいつも言うてるでしょ。だって、ともかくひなこが無事で本当によかった。時神様に厄介になってたかね。時神様？このめぐる町にいるうぶすな神のこと。うぶすな神のこと？どちら様のこと？やばい、罰当たりかもしれない。昔はよく安全や豊穣を願って、町のみんなが時神様にお祈りしたものさ。ひなこ？うん、や。おやおや、眠くなったのね。さ、もう遅い時間、お家に帰ろ。うん。なるほど。ひなこちゃんっていうのね。あ、ひなこちゃんってあれだね、なんか、ゲームマガジンのあの、トップサイトに書いてあったけど、主人公の女の子だね。あなー、この子です。はぁ、いい天気。今日の朝ごはんは何かな？ひなこちゃん、ちょっとぽっちゃりしてるね。そんなところもちょっと可愛いけれども。これ別に、あ、もうアイテムはなくなってるね。なるほど。あーもう BGM がめちゃめちゃいいね。これなーに？育てているサボテン。なるほど。ふかふかのベッド。今日は晴天で気持ちいい。お母さんからもらったテディベア。本棚には小説漫画の他におむすび辞典。初めてのダイエット本がある。やっぱりぽっちゃりなんだね。おむすび辞典。鮭、ツナマヨ、ごま塩、梅しそ。様々な種類のおむすびが掲載されている。美味なおむすびを作る際は、落ちたぬかを米が吸わないように素早く研ぎ、吸水時間は夏に30分、冬は1時間、ごく軽く形を整える程度に握ると良い。なるほど。また、おむすびの故障についても載っている。日本国内でも、地方、あるいは家庭によって、おにぎり、おむすびなどと呼ばれる。おむすびの美は、古い時代、魂の意味があり、おむすびには魂を込めたものの意味もあるとの説もある。へえ、そうなんだ。また、おむすびは、おむすび、良い縁を結ぶ。おにぎりは、おにぎり。何を退ける？
何を知り解けるんですか。ちょ、一瞬調べる、一瞬。ちょっと、30秒で戻ってこなかったらカットします。30秒で戻ってきたら加速します。あ、災いなんだ。へぇ、災いって災害の際の字しか知らなかったわ。ということはじゃあ、おにぎりは、おにぎり、災いを知り解けるという意味もあるようだ。なるほど。ああ、終わった。で、初めてのダイエット本も読むか。初めてのダイエット本。初心者でも行える簡単なダイエットが載っている。痩せたいと思った時、最初にカットを考えるのが炭水化物。ですがやりすぎは危険。炭水化物をすべて抜いてしまう人もいますが、ビタミンや食物繊維が不足するのでお気をつけて。以下、永遠とダイエット運動。なるほどね。いやでもその通りだよね。もう皆さんなんか今引きこもり生活中で太ったって言ってる方が多いと思うんですけど、私逆になんか食べるのめんどくさくて減っちゃってるんで、ちょっと良くないですね。私も気をつけます。何？おばあちゃんの写真って言った？うん。おばあちゃんおはよう。今日もいい天気だよ。なるほど。あ、うん、おばあちゃんの写真だった。で、これは？調べられないね。じゃあ、あとは、窓以外はない。よし、外出ようか。はい、こんにちは。あ、いい家だね。なんか、綺麗な色。こう、すがすがしい気持ちになれる。冬はちょっと寒い雰囲気になりそうですけど。お父さんとお母さんだね。あら、暖かい家庭だね。これは何？あ、調べられない。テレビ調べられないんかい。あ、調べられそうだ。臨時ニュースです。本日午前7時30分ごろ、目黒町の市道交差点で集団登校中だった小学生5人の列に乗用車が突っ込み、目黒小学校の児童、川崎早苗ちゃんが死亡。おー、ブオーン、ブオーン。すごいね。犯人は未だ逃走中。警察は危険運転致死罪、警察は危険運転致死傷罪として、言えなすぎ。警察は危険運転致死傷罪として、防犯カメラの映像を解析するなどして行方を捜査しています。近隣にお住まいの皆様、お気をつけください。なるほど、オッケー。次は星座占いのコーナーです。いつものお決まり。まずは今日の最下位の、あ、ん？今日最下位のアンラッキーさんから。12位はお牛座。今日は何をやってもうまくいかない人生最悪の日です。ラッキーアイテムは白の壺。頑張れ！あ、お牛座なんだ。で、お父さんおはようございます。お父さんおはよう。おはよう。あら、寡黙気味。お母さんおはよう。おはよう、お母さん。今日の朝ごはんは？ひなこ、あんた朝ごはん行ってる場合じゃないでしょうが。家出る時間とっくに過ぎてるわよ。どんくさいんだから。え？ほら、とっとと家出る。お弁当におにぎり作っておいたから持っていきなさい。おにぎりなんだ。おむすびじゃないんだ。そうか。やった！ありがとう、お母さん。なるほど。おむすびを手に入れた。あれ？おむすびって表記されたおにぎりじゃないの？でも同じようなもんなのか。で、別に調べられるわけじゃなくて、お母さんとお父さんの分しかご飯は用意されてなくて、行ってきますと。で、こっちはなーに？あー！え？あ、いい、いい。ここはあれだ。洗濯機、脱衣所、お風呂。うん！あ、いい音だね。細かいね、作りが、こういう。ここトイレね。やっぱり、素晴らしい。じゃあ行ってきまーす。てか、お父さんとお母さんどこで寝てんの？上だって、ひなこちゃんの部屋しかなかったじゃん。ちょ。まあ、いいか。ちょっと遅刻しそうだけど、今日も森の祠に挨拶してから学校に行こうかな。なるほど。毎朝の日課なのかな？森崎ひなこね。なるほど。え？森ってどこにあるの？ここは関係ない。ここはなんか公園？
近所のおばさんだ。今朝のニュース見た？見た見た。目黒町の登校中児童の列に車が突っ込んだっていう。それよ、犯人まだ逃走中らしいじゃない。怖いわね。私たちも気をつけないと。なるほどね。で、ここは人の家。うん。あれ？森はどっち？こっちじゃないのかな？ここは？これは誰？近所の男の子、てんてんてん。こいつは？黒のお墓。何？猫ちゃんでもお亡くなりになっちゃったのかしら。森で、あ、あってそうだね。ここの道の上だったよね、確かね。待って、めっちゃお腹鳴ってる。お腹鳴ってる音聞こえたら恥ずかしい。待って、なんかさ、森暗くない？朝なのに。で、ここでしょ？祠って。あった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 。はい。セーブさせてくださーい。あれからここでの挨拶も日課だな。あの日助けてくれたあの人、一体誰だったんだろう。あ、学校、もう行かなくちゃ。なるほど。あ、ちょちょ、セーブを！セーブさせてよ！おい！私の足じゃ走ってもホームルーム間に合わないな。寄り道したのがいけなかったか。ちょっとね、ぽっちゃりだからね。まあ、走ってもちょっと間に合う。危ない手羽根ゴーン！あー！え、これもしかして避けなきゃいけなかった？ゲームオーバーですか？ちょ、私、車に轢かれて、夢？あら、ふかふかのベッド。外は？夕暮れになってる。特にこの辺は変わりはない？てか外がすごいな。外の、ちょっととりあえず読まない。外の騒音がすごいけど、入ってないことを祈るわ。え、お父さんお母さんいる？いない！お父さん、お母さん、誰もいないの？テレビもなんか変。砂嵐だ。この時代に砂嵐とかある？ちょっと怖い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 。え、あ、音なんなくなった。あー、もう走れない。ぽっちゃりだから、ひなこちゃんぽっちゃりだから走れない。でもそんなところが可愛いな。このチリンチリンっていう音は何なんだろうね。うん、とりあえずトイレして落ち着いて、で、まあ、手洗って落ち着いて、まあ、行こうか。外出てみるか。変だな。お父さんもお母さんもどこに行っちゃったんだろう。にゃーん。あ、黒ちゃんじゃないの？この子。黒猫？にゃーん。首輪には黒と書かれてある。おー。にゃーおー。にゃー。あ、似てる。待って。なるほど。あ、じゃあ、もともとこっちは行けなかったんだ。なんで誰も人がいないの？あら。え、でもこのね、風鈴みたいな音は心地いいよ、聞いてて。あ、行っちゃった。ちょっと待って、置いてかないで。待ってたら、一体どこに行くつもりなんだろう。なるほどね。さっきの朝、噂話してたおばちゃんたちもいないしな。ここでお祈りしてたお兄ちゃんもいないしな。このお墓、もしかして、あなたの？ちょ、顔面真っ青。てか、顔面の中央が集中的に黒い。私、死んじゃったの。でも、そんなこと、こうして私、生きてるのに。一体何が起きてるの？お父さん、お母さん。
動けるの？クロちゃん？クロちゃん助けて、一緒についてきてくんない？ニャンオじゃないのよ。ニャンオじゃないのよ。森に行くしかないのでは。でもこっち、その森に行かないでこっちに行ったらどうなるんだろう。こっち行けないのかな？あ、行けるんだ。こっちにも行けたし、誰だか知らない人がいるし、こんにちは。あれ、めぐる町にこんな川あったっけ？あ、なに？もともと行けたわけじゃないのか。はい、こんにちは。こんなところで何してるの？お母さんとお父さんは？お姉ちゃん、石を積んでるの。石？怖い人が怒っていたの。パパとママより先に死んじゃったから親不孝者って、罰を受けなきゃいけないから石を積み上げなきゃいけないんだって。でも私が最後まで石を積み上げようとしても怖い人が来て全部壊しちゃうの。石積み、もしかして西の河原の、西の河原の石積みのこと？何それ。一番上に合う石もなくしちゃったパパ、ママ あなたのお名前は？さなえ。川崎さなえちゃんだよし、さなえちゃん、お姉ちゃんが一番上に合う石を探してくるよ。本当？うん。だから、ちょっと待っててね。ありがとう、お姉ちゃん。あれ？さなえちゃんって、あの交通事故のニュースで見た。なるほど。ちょっとセーブしたいんだけど。セーブ地点見つけたら、一旦今日終わりましょうかね。いい感じの時間なんで。面白い！面白い！どういう風になっていくのか全然わかんない。気になる。ちょっととりあえず、祠に行って、祠でセーブできるよね？できるでしょ？できてください。さなえちゃん、そっか。臨時ニュースも、ちゃんとやっぱり伏線になっていたということか。よし！セーブできる。怖いよね、ファイル1番。じゃあ、ファイル2にセーブして、じゃあ、また次回お会いしましょう。おつぴよです。チャンネル登録、高評価お願いします。バイバーイ。